こんばんは、横浜ジーパンのトップ社長の高岡俊也です。今日はこちら、フェイクムートンのジャケットです。まあ、フェイクですから、まあ、偽物なんですけども、質感もなかなかよくできています。まあ、本物は結構重くて着にくいというふうに聞くんですけども、これはちょっと軽めにできています。もともとこのデザインは地上の作業用に作られたタイプだそうです。まあ、同じようなタイプでボマージャケットなんかもあるんです。まあ、それとはまたちょっと違う種類のものだと聞いております。でポケットがこのように2つ、裏はご覧のように暖かいモコモコでいい感じです。まだまだ寒い日が続きます。ぜひ1枚いかがでしょうか。横浜ジーパンのトップ社長の高岡俊也でした。ご来店お待ちしてます。